公式チャーですか。はい、公式チャー、公式ですか。なんかあまり見かけないですよね。こういうこういう時だけ。いやいや、いいですよ。なかなか珍しいんで撮ってるんですけど。プロレスのイベント夕方からやるんですよ。あ、今日の。ああ、今日のですか。最初のレックさんの激落ちくんとかですね。あの、はい、買っていただいたら、あの、ああ、1000円のね。どういう時にこう店長さんは。大体こういうイベントとかやっぱ出ます、ね。ああ、はい、それ以外は。それ以外、まあ。ホームページには出てますけどね。ああ、でもなかなか 見かけないですよね。なかなか見かけんですね。じゃあ他のグッデーとかにも行くんですか。ああ、行きますよ。はい。で、今日たまたまこういうイベントがあって、はい、なるほど。わかりました。ちょっとじゃあ、今日の7時ぐらい。あ、5時か。6時半。6時半から。試合開始ですね。はい、ああ。5時半から、あの、入場できます。あ、わかりました。はい、よかったら。はい。ちょっと、はい、見て、1000円でしょ。まあ、あの、最初買っていただいたら、ああ、そうですか。グッデーの店長さんが今います。はい。店長さんが行きます。店内回ってます。今日なんかこういうイベントがあるみたいですね。2階特設会場。入場券もらいました。グッデーの店長を追ってみましょう。一応券もらったんですけど。お待ちしてます。いいですか、最後に撮らせてもらって。なんかポーズしてもらって。素晴らしい。はい、はい、すみません。ありがとうございます。